こんにちは、Pです。少女ウォーズ5月25日更新分です。はい、お知らせから見ていきます。はい、ジャンヌダルク限定花嫁。いや、そんなのダメです。私まだ準備ができていません。はい、何の準備なんでしょう。はい、ブリューンヒルド続行です。強くていいですよね。まだまだね、私の弱っちいけど頑張って育成してます。はい、ソロモン続行ですね。ソロモンはね、はい、育ててません。はい、あ、再登場毛利ねえね、こういう再登場の、はい、チケットをいただいて、新しい花嫁さんとかに使ったりしてるよね。そのためなのかな。ねえ、あとはイベントゴニョゴニョです。はい、スタートします。苦戦復帰だって。はい、もうね、朝、日課した。だから、もらえないか。はい、うわ、はい、いなかったことにします。ん？これは。いいですね、この子。じゃあまずはメール。いつもの300ダイヤどうかな。あとはなんだこれ。あ、どこの歌だね。13位。あれさっき何番何もう消えちゃった。コンサーバーは13位で、これ温泉。はい。ポチポチポチ。はい。今ね、あんまりダイヤ増えてないから、まあ、前回ね、4日前だから、10万、ちょっとね、何かでね、9万、5000ぐらいまで減っちゃった。いや、9万7000ぐらいかな。だから1万ぐらいはね、ダイヤ復活してます。はい。4日間ね、地味にね、地味じゃないな。しっかりね、日課やってるとこれぐらい増えるかなと思います。はい。何？じゃあ、もらえるものを、もらっちゃおっと。ミッション、あ、ミッション宝箱娘ね。あとは応援。あ、これね、私やらない。これよくわからない、苦手です。これはどうこう、あ、どうこうの歌、これ朝やった気がするけどな。はい、どうかな。これは、いただける。さっき、あれだね、温泉だけだね、報酬。ということは、温泉が、入れてるね。あ。私はね、楽な方。失楽？ん？失楽？あ、なんだっけ、これ。ごめん。わからないです。読まなきゃよかった。難しいなぁ。はい。フレンドのね、ヨシはね、強い方。そうだからね、温泉のおかげで早起きになったって言ってたよ。怖いよね。私はね、のんきな方です。1日3回できるかな。2回か3回だね。私の力に征服されたか。ポチポチして終わり。俺様が倒した奴らにも特別に
女の私たちの勝ちです。相手から慰謝料を請求されても私が払うから平気ですよ。この子いいよね、ブルーフィールド。はい、あ、戻っちゃったよ。戦わずに戻っちゃった。私、女の子も相手から慰謝料を請求されても私が払うから平気ですよ。私たちの勝ちですね。あ、今ね、12時47分あ、もう多分、ひまりさん聞いたかな、きっとね。縁結び、あんまり出ないよね。あ、SR の装備ね、足らないだよ。え、そうそう、その思い出した。それで、ね、このガチャをね、引いて、うん、そうだ。で、うん、見て、読みづらいな。ブリュンヒルドを、はい、SR の装備に全部書いてあるね。だから、この2箇所。ここと、これ何？スカートと、ヒル？はい、このね、2つがまだね、レベル150になってないの。で、ここをセットするために、うん、足らなかったから、さっきのガチャ引いたのね、それが1万ぐらい引いちゃったんじゃないかな、と思います。はい、まあ、それ分ぐらいはね、戻ってきてる気がするよ。あれ？いつまで来た？今ね、2800万。トータルが3598万。ちょっと桁多すぎて分かりにくいよね。うん、3つぐらい桁減らしてもいいんじゃないって思っちゃうけど。どう？あれ？ダメなのかな？あ、花嫁さんね。はい。じゃあ、イベントキャラをね、イベントキャラじゃなかった。ごめん。イベントガチャを先に。はい。いくよ。どこから？これは、この子も朝引いた気がするよ。だよね。ここも引いた、ここも引いた。あ、これ引いてない。はい。あ、ここからだね。はい、じゃあイベントガチャです。胸しげ。はい。はい。あ、みんな3だよ。静か午前。あ、持ってないのかな？このキャラ、持ってるね。3キャラぐらい持ってない気がする。2キャラかな？プルトミノットが2キャラかもしれない。緊張。はい、これ、イベントガチャ終わり。はい、じゃあね、花嫁さん。どこ？これだね。限定花嫁。ジャンヌ・ダルク。はい。いや、そんな目で見ないでください。はい。リセットしちゃったかな、このキャラね。はい。花嫁さんはね、別。だから関係ないよね。じゃあ、確認します。図鑑からですね。これもらってから。60だよね、60。はい、じゃあ図鑑です。はい、翻訳指は、力、キャラ、あ、そうだよね。力だわね、このキャラね。タンク型。ジャンヌ・ダルクはね、最新のバフ優秀だよね。うん。ただね、どのキャラだったかな？さらに、ウィリュー・フィールドか。上に行ってるよね。20% じゃなかった。あれ？ 30？ ごめん。確かね、ジャンヌは 15% だと思います。あと、全体キャラの総生命。こう、
これがかなり効くよね。全総生命と総防御と総攻撃、会心強度とかはね、数値に、うん、払われにくいのかな、出にくいよね、戦力にはね、はい、今回ね、総生命があるからもちろん、はい、影響は大きいと思います。なるべく、はい、発展させたいけど、理想はね、あれ誰だった宮本かな、葉っぱの人、武蔵かな、あの子が2つ持ってるんだよね、あの、この図鑑の、例えば総生命と、あ、見ても早いね、待ってね、今回はね、総生命1つだね。で、どこにいる花嫁さんの、あ、例えば、うん、曹操は、曹操はね、どこで見れる、これか、あれ、ちょっと、花嫁、ちょっとよくわかりづらい。全体の総生命と、うん、全体が2個あるキャラがやっぱり優秀だよね。今回は1だったね。この、そもそも1ですよね。でね、宮本だよね。そうそう、この子。この子は、ね、キャラの総防御と、全体のね、あと総攻撃があるから、うん、すごく戦力が上がりやすいと思います。今回は1だね。ただ、ね、宮本が防御と攻撃だから、うん。ね、そうそう。威力だよね。生命。どこ行っちゃった、まだ慣れないぞ、はい、じゃあ聖女さんなのか、これ何個だっけ、このちょっとだっけ、12個あれ、これしかもらえないの、あれのせい少ない気がする。 UR は30だよね、6箇所の5個、花嫁って2個記憶が、はい、これはね、私の弱っちいサブキャラでも、うん、普通にポチポチしてもらえるから、ダンヌはね、ほんとリセットするまで私かなり使ってました。うん、アエサルとジャンヌが力タンクって感じだったかな。これで終わり、その今回の、うん、ピーリューンなかなか覚えられない、ビルドが優秀だから、この子ね、色も好き、お兄さん生命、マリンもいいよね。だから私はピーリューンフィールドとマリンがお気に入りです。だから、あの、配置、本来はね、例えば何番目にいた方がいいとかあるのかもしれないんだけど、一番手前に今、しっかりでも。これで終わり？そんな理由だけで。あと、一回かな？でもね、少女モーズの、このキャラってすごく、うん、可愛くできてるよね。キャラ。デザイン、グラフィックっていうのかな、はい、これで終わり、あの戦闘シーンはね、ちっちゃくて見えにくい、もうちょっとこう、まあ攻撃とかね、バーンってくるけど、もうちょっと大きいキャラでもいい気がするよね。あ、これ終わり、あのさっきちょっと気になってるブリューヒルドのスキルちょっと見てみるね。愛しでね、どれだっけ、これだっけ、で、あ、これか、これじゃないの、手帳技、登場した時戦場神々のアリーナに切り替え、味方行動する時300の戦意、あ、これじゃないの、味方キャラの最大生命値 10% 回復、これじゃないな、どの子だったかな、忘れちゃった、マリンかな、登場した時にね、デバフを 20% ぐらいかけるキャラいなかった、わぁ、わからなくなる、誰だったかな、誰だった、
よね。ジャンヌのね、変えられるキャラがいたはずなんだけど、変わるかな。カール育ってないからな。ああ、わからなくなっちゃった。リューンヒルドかと思ってたよ。ブリューンだった。ブリューンヒルドじゃなかった？ねえ、デバフ開始でかけるキャラいたよね。ああ、わからなくなっちゃった。あれ、どの子だったろう。アベノちゃんじゃないよね。サンタでもない。力か血だと思うんだよね。お前分からなくなっちゃった。はい。それでね、ジャンヌを下ろしたんだよね。どの子だったんだろう。分からない。忘れちゃった。あ、前回の動画が4日だけど、戦力上がってるかな？わからない。あ、確かね、うん。そうだよ、3億4000だったするな。違うかな？はい。そうだね、じゃあ、ごめんね。わからなくなっちゃったけど。はい、じゃあ、ねむさん。これ、できればね、確保はしたいけど、13枚じゃ無理だね。1回で10枚があるから、10連でね、15、6枚。無理じゃん、これ。ただね、花嫁さんだから、残り14日あるから、14日のうちにはね、確保ができるかな、と思います。と言いながらいつも確保しちゃうんだけど、今回はね、ちょっと、ダイヤがね、寂しいから、我慢しようかな。ちょっとだって今、もう押した瞬間にね、ゲージ、いいのかな？動いたよね。あんなちょっとね、20、でないか。19だね、19。はい。まだまだ先はな、あ、でまたなんかもらえるぞ。1個か。1個じゃ無理だ。1個じゃ無理。あ、4個ある。あ、そっか。じゃあ4個で、40個は出ないんよね。はい、でも引いちゃう。全然、出てない。2個だっけ？はい。残り14日間で確保はできるんでしょうか？あ、なんだっけ？胸？キュン？なんだこれ？いいよね、この。なんだっけこれ？わかんなくなっちゃった。アイコンフレーム。これ、いいよね。これは何？バック？でも戦闘には出てこないよね。レベル9なんて上げたことないよ。限定なんですね、今のはね。はい、ちょっと。セクシーな感じでした。揉めちゃった。何言ってるんだろう。新年。まだ開けてないんだ。新年の。上がったから戦力。なんで？何？サナ
田にボコられた誰、鉄拳さん、あー、ブリューは先生取られたら後発じゃないと隊長スキルが上圧に終わっちゃうんだね。あー、そうなの。あー、そうだね、殺菌動くもんね。はい、ん、あれ今日は出てないぞ。あれひまりさんはどこ？いないな。まだ確保しないのかな。え、同盟のメンバーのひまりさんいないの？あ、いない。落ちてるか。フリリーさん4分前。え、どこにいる？ひまりさんが1時間前。1時間前だったらそうだね、うん、もう引いてるはずだけど、キャラの絵が変わってないやん。引いてないのかな。いや、多分引いてると思うよ。よし、変わったかな。うわ、かなり上がったぞ。3億5200ぐらいだったのに5700まで上がってるぞ。なんかね、ダイヤはないから、確保だけは、あ、いたいた、ブリューヒル。確保だけはしたって言ってて、ブリューヒルのね。うん、まあ、これだけ強いからね、うん、よくドメチャットにもね、話題はなってるんだけど、確保だけで、ついてないな、ペット。多分。まあ、でも戦力はかなり上げてあるな。何の話してたの？この辺がね、よし、強いと思うね、こういう防具がね、きっと。温泉大好きだから、温泉よしだからね。でも多分、炎3にはしてないよね、ペットがついてないから。よしはね、その前の巴を炎3にしたり、ん？これかな？巴だけか。そうだね。うん、5700万か。はい。粘土、切磋、琢磨。はい、挑戦してみたいと思います。今回はね、前回からはそれほど戦力上がってないですね。はい、赤ずきんさん、お願いしたいと思います。戦力が3億8334万3000万かな。はい、戦力高い方です。はい、夫人がですね、マーリンが先発にいます。これがね、一番にいる。はい、ある大抵もここにいますね。3番、この辺ちょっと気になりますね。で、カイザーが一番にいるから、はい、カイザルのところに超ゾカベがいると、まずこの戦力差は勝てないと思うんですね。はい、ただね、一番にカイザルがいるから、はい、可能性があるかなと思います。アスギンさんのね、カイザルは6000万超えてます。とね、ブリューヒルトがいないですよ。はい、確保はしてると思うんだけど、夫人に入ってないですね。はい、では、挑戦してみまーす。はい、私の乗せてきたかったですね。ブリューヒルドが、僕かな？はい、まずお尻さんと。これ何？あ、一人。はい。入手しましたね。動きなかった。あ、さすがにやっぱり戦力高いから、うん、この間から動きた。あ、待って、私の超速壁が動く前に二人動いた。強いな、やっぱり。は
ましたビリューフィルとほとんどね、はい、この天国への引き渡しは発動しますね。はい、ダメージはね全体250%まで上がってるけど、マイクは少ない目ですね。はい、はい、アベラちゃん、はい、マーリンの奥義です。すごい回復量です。あ、カウル足りて落ちましたね。うわぁ、あ、サンタはね、うんうん、封印されてるあら、厳しいね。あ、なんだ、あ、これは幻想バトルパスだよね。かっこいい、エカテリーナ、ほら、かっこいいね。うんうん、超最高で本気です。あれ、戦意回復したのかな。これはスキルかなですね。あ、瞬きするな。悲鳴をあげろ。一生分のプレゼントだ。ありがたく受け取るんだな。おしりさんだ。壁が凍っちゃった。悲鳴をあげろ。あ、これで解除、あ、なってないぞ、あ、なってない、解除されてない、これで解除かな。この奥義で解除される、うん、いや、されないな。報道時だもんね、何開始時間解除されなかったんだね、じゃね。はい、あ、ビリューヒル君が食っちゃった。これはピンチ。あ、マーリンが動いた。マーリンが動いてるから解除されるかな。奥義です。あ、解除されたね。うん、ビリューヒルだとマーリンでね、かなりデバフが解除されるし、戦意も上げられるからいいよね。この二人いると本当安心感があります。あ、トムコゼン、あ、座ってるのかな、下のいるよね、まだね、マスキンさんいる気がするわ。ん、あれ、手前が一人いない、誰だ、誰がいたんだろう。してる、あ、あっちが来た。あ、マーリン、うん、ほとんどの人がね、マーリンや炎さん不思議よね。えら、炎さん計画が失敗してしまった、私のアンテナ。エカテリーナか、エカテリーナはね、復活するからね、返す。うん、うわ、すっごい回復した今。やっぱりね、サンタは、うん、短期的な使い方だよね。ダメージ多いわけでもないし、回復もね、ほとんどしないから一番にいて、うん、壁役だね。
攻撃きました。すごいよね、サラダの痛そう。え、アベロちゃん、あ、周りの海です。繊維がね、回復されてたんだね、きっと。ふふーんって、600万とか、すごい。わっ、誰倒した？あてらと、トモエミかな。超支流、これ幻想バトルバスだね。すごいな、カテリーナ。そもそもはね、SSR キャラだけど、もう UR 並みの強さだよね。そもそもが UR 来たら大変なことになりそうね。すごい、ここで超支流。え、どっちの周り？やばい？あ、マズキンさんの方だった。そうそう、やばすぎ。あ、なんだろう。え、この何？足元の黄色？なんだろう、これ。やば。あんまり見たことないな。何のバフだ？デバフだ？解除されるかな、マーリンの。うん。うん。あ、されたみたい。え、これ、1300万とか出てた回復だ、もしかして。違う、もう。え、天国への引き渡し。アベノちゃん。今ね、うん、地元が氷になったね。相手の間、あんた、そうじゃん、私のビームフィールドも足元に氷が、あ、マーリンまで。え、ディバフ解除されない、これやば、二人、俺、きついね。マーリン凍っちゃったよ。ああ、そいそい来ちゃった。耐えてる耐えてる。あ、超速でまで凍ってる。犯人がきついぞ、これは。あ、よいしょ、二人解除。はい、これ回復、うん、入るね。繊維はゲージは繊維ゲージ、あ、マーリンは溜まってるね。はい、マーリンは奥義いきます。ビヨンヒルドは怖いな、溜まってなかったね。はい、奥義いきました。でも 100% になってた。ダメ、1130万だって。回復、おお、すごいな。滅ぼせ、瞬きするな。あ、誰が倒した？くらえ。あ、超速壁来ました。あ、でも一人しか来ない。戦軍バンバの敵だよ。超死流。敵将を打ち取ってみせる。これ結構痛そうだよね。あ、でも最初が一番怖い。
でも、デバフはかけないよね。そうそう、かけてんの？かけてないよ。ガイアピオンヒルドのありがたく受け取るんだな。ポンヒルね。お前たち喜べ。これはめったに見られないパフォーマンスだ。あ、天国への引き渡し。財宝をくれてやる。はい、記録見てみます。あ、6人かな。あ、6人でいけたんだ、すごい。はい、回復ヒーリングがビヨンヒルドが500万か。やっぱあんまりやっぱり回復出ないよね。まあでも2番目か、周りが2億で、アベルちゃんが1180だからね。うん、今回あんまりダメージを与えてないね、ビヨンヒルド。例えばね、はい、あー見て、やっぱりね、赤月さんの一番ダメージ出たの。そうそう、そうそう、痛いもん。まあ、調子にもかなり出たね。はい、マーリンはあんまり回復する前に倒れちゃった感じかな。やっぱりね、カエサルはね、この、うん、切磋だとあんまりダメージ稼げないよね。そんな感じがする。うんうん。はい。だね。あ、カールと相手もかなり早めに落とされちゃったから、ダメージ与える前だった。はい。今回ね、戦力差が3000あったから、ちょっと厳しいかなと思ったけど。はい、うん、どうにか。勝てました。すごくね、参考になります。いろいろやっぱり構成次第で、はい、いろんなパターンがあるのかなって思う。無料。ビリオンヒルってブリオンヒルで結構間違えてるね。メモしかもブリオンヒルの難しい、読みづらいこれ。ブリオンヒルだ。いやでもこの子ね、うん、回復それほどまだね強くならないんだけど、もう少し戦力上がれば強くなるのかな。基本的にね、他のゲームみたいに回復魔力みたいなのがないから、うん、攻撃力に対してとかだよね。回復量はね、生命値の 10% とか、だから生命値だったりするよね。あと攻撃力の何パーみたいな感じだよね。はい。ね、うん。ほとんどね、この、奥義は天国への引き渡しになるよね。だから自身が2つ以下、バルキューレの印ね、 あるいは17以上の状態なんでしょうね、きっとね。ほぼ天国への引き渡しになる。逆に天国の引き渡しになってない時見たことない気がするけど、まあ、ちょっとこの辺不思議ですね。もう少しね、回復が多めだったらいいのにねと思います。まあ、マーリンが良いからね、マーリンが回復しちゃってるからなのかもしれない。どうかな。はい、うん、でも、うん、良かった。いろんなね、構成とか美人のね、その配置によってもいろいろ変わるんだなって思いました。フレンド、切磋琢磨でした。今日はね、見て花嫁。
まだね、確保はしてません。イベント期間内には確保したいなと思ってます。はい、5月25日更新情報でした。はい、じゃあまたです。バイバーイ。